俺には家族がいた。妻と。これ素敵ね。息子が。二人はこの手で埋葬した。やめて！これは一体死んだのか。冥府を追われ光と闇の狭間を漂っているのだ。我らは結びついている。互いの命。お前は誰だ。私は中津国の歴史を作り上げた力の指輪を作りし者。ケレブリンボール、第二期最高の名工サウロンはお前を騙し指輪を作らせた。奴はお前と一族を苦しめた。おそらくその痛みが我らの絆だ。俺は家族と死ぬべきだった。復讐を望んでいたはずだ。連鎖を断つ術はただ一つ。サウロンを倒せ。新たな指輪の時代だ。人の世は終焉を迎える。私は見た、感じ取った。燃え盛る滅びの山で死によって縛られたレンジャー、そして勇気がサウロンに挑むべくあるものを作り上げた。力の指輪を。だが力は探求者の目を曇らせる。たとえ絆で結ばれていても、私が見た未来は決して訪れない。ケレブリンボール、死がまたあなたを呼んでいる。どう答えるの。ダーリオ、これ素敵ね。どこでこれを。ゴンドールの友人たちからだよ。どうかしたか。過ぎ去ったことは何も変えられないの。ここにはいられない。行こう、さあ。もうみんな死んでしまった。そんな、ダメだ。
勇気が呼んでいる。私もあなた。勇気、どこにいる？オークたちは戦の準備を進めている。
レブリンボール、一体何があったんだ。ずいぶん待ったわ。解放しろ。クモは獲物を手放したりしない。もっと美味しい獲物がいないかな。あなたに会いたかった。ケレブリンボールを離せ、今すぐ。人間にしては勇敢ね。でも彼を救うのはあなたの剣じゃない。どれだけの犠牲を払える。あなた、犠牲にしてきた全てを。全てじゃない。そうでしょ。まさか指輪を。助けたいんでしょ、勇気を。そうやって俺も捕らえる気なんだろう。私はシェロウ、偽りの取引はしない。無論譲歩もしない。待て、誰をやめろ。関心ね。そんなに彼が大事なの？お人形が死んでしまうわよ。私の力まで手にしてしまった。指輪は私の命そのものだ。なら取り返すまでだ。あなたの戦場は他にあるんだ。指輪はもうない。さあ見よ、皆水知ると、そこを取り巻く冥王の軍を。見よ、パランティアを。サウロンは決して止まらない。中津国に全てを支配するまで。パランティアを守らなければ。ミナスイシル、シェロブの原始を確かめなければ。
モルドールにある最後の砦。ゴンドールはあそこを取られるわけにはいかない。気にすべきはパランティアだ。サウロンより先に我々が抑えねば、奴の軍勢は止められない。町の命運より大事だ。クロモンの時のように同胞を虐殺されてたまるか。行動を起こす。小隊長を倒せばゴンドール人は時間を稼げるはずだ。そしてパランティアの元へ案内してくれるだろう。虫を探し口を割らせる。多くは使い捨て。ソーラ、奴の精神は弱い。特別だ。パランティアの探索は誰が指揮している？探索を指揮している小隊長が町の下層にいる。それならそう遠くへは行かないだろう。無駄にしてるだけだ。そもそも何を待ってるんだ。待て。さあ、街の中層ではかなレンジャーだ。お前は私のものだ。狩猟部隊をもっと増やすべきだ。まだ北方人が廃墟に隠れてる。殺し屋がいるぞ。じゃないか。みんな笑っただろ。あのバカに恥をかけるたちは。墓を歩く者だ。奴は死んだはずだろう。なんで。二人は弓を。あいつはいずれ殺すことになる。
ゴンドール人の形勢は不利だ。助けないと。ファランティアは強力な異物だ。もし入手できたら流れを変えられる。隊長を狙うんだ。奴は近くにいる。タリオン、言う機会を使うんだ。連中がどこかに隠しているに違いない。あらゆる部屋、あらゆる金庫、あらゆるゴンドール人をかっぴらいてでも見つけるんだ。期待しているぞ。さあ行け。お前一人だけか。私の部隊は仮想に閉じ込められてしまったから。何人いたんだ。ほんの数人。ミナスイシルは持ちこたえてる。
まもなく中層も失われるわ。すぐに門も閉められてしまう。私たちもあの上に向かいましょう。そうだな。待て。お前の名は？イドリル。タリオンだ。遅れないでね、タリオン。もう誰も失いたくない。サウロンの勢力がパランティアを手に入れたら中津国は終わりだ。残りは俺がすっきり殺してやるぞ。こりゃまずいぞ。状況はずっと良くない。何をする気なの？すぐに進む。行け。
弓隊に援護をさせて。中枢を落とされました。できる限り抵抗を試みましたが、敵の手に。最後の勝負になるな。内壁の守りは固い。弓も敵の倍はある。我々は敵に数で圧倒されているんですよ。以前もサウロンの軍勢を追い返しただろう。でも砲火を失いました。そうだな、確かに。大広間へ行け。遺物を頼む。私はここに。ヘンネス・アンヌーンへ遺物を持って行け。それは命令。分かってくれ。大事なものを守らねば。何としても。ああ、命令だ。分かりました。でも次の進行までには壁に戻ります。黒門のレンジャーか。全員死んだと聞いた。その通りだ。ミナスイシルのために戦うと家路につきました。将軍、バラノールと話してくれ。火星に来たのではない。将軍、パランティアを守るためだ。町を守ればパランティアも安全だ。我々の奇襲部隊も仮想で敵の指揮官を狙っている。指揮系統に恐怖を与える。そうだ、恐怖の味を教えてやる。兵は招集できています。地球パランティアを確保するぞ。町は疲弊している。長くは持たない。ゴンドール人を破滅に向かわせてはならない。カスタミアの言う通りだ。町を守ることがパランティアの防衛につながる。見ろ、奴の印が塔にある。かつては私の塔だった。今ではサウロンの腐敗がモルドールを越えて広がっている。許せん。奴に目を与えてる。パランティアなしでは無理だ。
ミナスイシルを奴の支配から解く。戦の流れを変える。腐敗が戻った時に失われるであろうものが全て見える。私は私の王国の廃墟に建てられたが、まだ残っているものもある。あれは私の塚で、今もサウロンの目から隠されたままだ。あそこで私の指輪を取り返さねばならない理由を教えよう。モルドールの征服の仕方を見せてやる。ゴンドールの平和が保たれるのなら問題ない。
この場所は知っている。ここで戦ったずっと前にな。静かになったようだ。サウロンの支配を免れる場所がオルドールにあるとすれば、それはこのような塚だ。冥王の勢力範囲にも限界があると教えてくれ。かつて我が軍勢はモルドールを攻めた。死んだ者たちはこんな塚に埋葬したのだ。偉大な戦士たちが眠っている。魔法に守られて我々はあらゆる手を尽くし、エルフの恵みと共に進軍した。指輪と共に。そうだ、指輪で軍を作り上げた。先陣を切ったのは私だった。サウロンが裏切ったのは武器を取り戦うことにした。憤怒に駆られ裏切りに罰を与えると決めたのだ。
我らの指輪、指輪は奴の闇に侵されていない完全なるもの。一時的に指輪は失ったが、まだパランティアは確保できる。では大広間へ向かう。イドリア。協力してくれるかもしれない。サウロンが裏切った時、武器を取り戦うことにした。フンドに駆られ、裏切りに罰を与えると決めたのだ。Yeah!
大広間にはミナスイシルの偉大な宝物がある。大事なのはパランティアだけだ。
時間がない。大事なものだけ運ぼう。全部大事だわ。イドリル、犠牲を払うべき時もある。気づいてきたものは犠牲にはできない。止まれ。何者だ。バラノール、この人がレンジャー。前に話したでしょ。ミナスイシルに尽くしてくれたのか。名前を教えてくれ。タリオンだ。恩に着るよタリオン。だが戦士は門に行ってくれ。いや、ウルクどもがパランティアを探しているんだ。どこにある。父が隠したわ。安全な隠し場所などない。ウルクどもは町中を探している。状況は絶望的なの。でも降伏はしない。町も渡さない。絶対に。身を隠せ。門へ向かえ。俺は門を守る。私は陥落させない。それならパランティアを手に入れる以外に方法はない。注意しろ。私はもう長く持たない。俺は CG ビーストを片付ける。ここは私たちに任せて。ダリオン、 CG ビーストを一匹奪う必要がある。面白いことになりそうだ。
を叩いてビーストを奪い取れ。連れていけないのが残念だ。素早く行動しよう。役に立つだろう。ランティアが見つかるのも時間の問題となる。ゴンドールのことを考えてるんだ。やることは分かってる。サウロンの軍勢は著しく増加した。普通に勝つことは不可能だ。パランティアを確保しなければならない。
狙ってるぞ。連中を押し返したぞ。今のところはまだ攻撃は終わりじゃない。町の上層へ戻ってイドリルたちの様子を見よう。奴らの目的は殲滅じゃない、歴史ごと消し去る気なのよ。まだパランティアは奪われていない。門も持ちこたえてる。ここの遺物は私の人生。父の言う通り、持てるものを持って逃げてれば。お前には貴重な武器がある。パランティアは敵の状況を見渡せるんだ。危険すぎる。あれは人間には毒だ。耐えられる者はいない。任せろ。前にもそう言った人がいた。俺もまたしくじるかもしれない。だがやり遂げれば戦いに勝てる。父を探して話してみる。彼女の期待を裏切るなよ。彼女を随分信頼しているな。時間をやれ。それまではシェロブの元に戻っていよう。もっと答えがいる。シェロブに会わねば、あれの持つ原子が役に立つ。指輪が必要だ。してる。